リロードこれぐらいかかるよね。いたいた撃たれた撃た、回収される。あーやっぱ後ろ気にしないと。わさわさしてるわさわさしてる。あーご視聴の皆様おはようございます。吉高です。バウンティーハンター後半戦ラウンド2でございます。ラウンド1でだいぶ走り回って慣れましたので、ラウンド2ではちょっといいとこ見せたいんですけど、相変わらずフルトン回収されて心の叫びが止まらないという感じですね。とりあえず盛り上がるのは後半20分くらいからかもしれませんので、ちょっと間延びしてんなっていう方はそこまで早送りしてご覧ください。それでは本編をどうぞ。Eliminate or fulton the opposition. このリスポインツが入れ替わっての再スタート。リロードできた。操作が違う。あともう一人は。悔しいね。満月は夜並みに明るい夜。やばい、またか。ありがとう。あ、なんか、おい助けてー。あ、2回目だかそっからリスポンするっていうね。
ゲトマチ。倒されるパターンがあキー間違って殺しちゃフルト回収したいんだちょうど倒れた場所にこれがあったからくっそ悔しいね。できるようにしておけばレスポンスよくできるということですね。必然的にみんな固まり始めるのか、常に周囲を警戒してくるのか。この白髪はちょっと目立つのかな、ひょっとしたら。なんか迷走効果上げないと。なんか静かにやってるバトルフィールド的な感じがしなくもないですけど、これはなんか背後に回られたパターンじゃないの。え、どこ？してくれはいいけど、あなた動かないんだねちょっと動こうか。この人とつまずいていこうか。あの人もしくは私がバーンと CQC 持って帰った時にチョロチョロする持って帰った時に助け合えるんでね、なんとか2人とも上がったらちょっと的になりそうだけど、的になりそうだけど、なんかそれで探してんだねなるほどね。
カバーしてくれって多分ねこっちじゃないと思うんだよね後ろからこの人パターンじゃない後ろ見とくわえ、ニャー言っとるえ何ニャー言っとるいたあー待てちょっとここからフルートン解消できないからねあーダメだダメだ今ニャーって聞こえたバディ私のバディはどこに行ったえ、ニャーってどこ？カバちゃん飛び込んだしこし方が分かんなかったよ。びっくりした。やっちゃった。え、ちょっと待って、バディど、相棒どこ行った相棒。下見とくわ。ちょっとここ集まってきよる。これ見てて。右往左往してる。明るいところで先に行ってしまった。あ、行ったぜそっち。撃つ動作に入るのやっぱちょっと時間かかるな。クイックリローが欲しいぜ。いるいるそこにいる。やってないじゃん。
やってないじゃん、ちょっと起きて起きて、私起きて、ありがとうありがとうありがとう、ありがとう見た目似てるな、我々クリア、多分飽きてるな、え、誰え、誰やった今適当、うわっ、びっくりした、降ってきたよ、こんなとこにいたのか、相棒、一応来てくれた、了解って言ったかうわ懐かしいねこれ、来てんのか、こっち食べてもダメだ、相棒のところから行けるかな、やっぱ人間探検だな、って何、あ、もうちょっとそんなつもりじゃなかったんだよ見えなかったんだよ、炎に巻かれてどこ撃たれてる、うわまずい、痛い、死んじゃう、最前カバーカバーカバー、ありがとう、おー、これこういう時カチャカチャカチャで、すごい悔しいね、ありがとう、ありがとうマジでありがとう、どこに行ったのあの人さらったの結局みんな固まるっていうね、あ、両方できてないよゆっくりだ、おじいちゃんだ、かなりおじいちゃんだ、なんでなんすか、気のせいか、リロードこれぐらいかかるよね、いた、回収される、あーやっぱ後ろ気にしないと、わさわさしてる、あーくっそ、しかしあれっすね、面白いけどこのバウンティーハンターだとちょっと時間が、あ、このロビーが多分時間が長かったんだね、ナイス、相棒のとこ行ったとりあえずみんなの働きをたたえるから、微妙にフィードしてるんで、あんまり足引っ張らないように頑張りたい、ここで、これでも本当体力と集中力あるときやらないと、今日みたいにちょっと
今ちょっと喉、ね、合わないもの吸い込んじゃったんだと思うんですけど、アレルギーのね、気管支炎のちょっと症状が出始めて、ちょっと熱が出始めてるので早く片付けてちょっと休みたい。よろしく。相棒よろしく。ありがとう。そいつも触るんか。ああ、私の獲物が。ちょっと。いや、いいけどさ。なんか射撃でしか貢献してないよ。マジでありがとう。一人がやられたらみんな駆けつけてくるってのはすげえ面白いさ。どうやって起こすんだ。蹴ってる。怖いな、襲われたら近くいないとやばい。了解。レバーがうまくいかない。了解って言われた。よかった。みんなで讃え合えるのがいいですね。赤星とか。よくやった。了解。カバーしてくれ。みんな固まりすぎだ。下見とくわ。ちょっとみんな固まりすぎだから。ある程度の距離でみんなで固まってて、しびれを切らしたっていうか、遭遇した敵を必ず仕留めるみたいな感じの形になってますね。これってあれですね、その漁師さんのやり方だと思う。イノシシとかシカを取るとき。本当マジでありがとうございます。初フルトン回収。いってらっしゃい。上がるかなギル。振り返った。必殺仕事人みたいだね。やばい、早くしないとちょっと熱出てきたマジで。こ
これヒートテックが熱いんじゃないやもうガンガン回収しないと。あともうちょっとだからね。かわしてくれ。了解みんな了解で本人はどこにいるみんなで嘘そしてるあそこにいるのね。分かった、上から見るわ。まず風じゃないですよね、これ合わないもの吸い込むと。まだいる、まだいる。ちょっと走ってるけど大丈夫か。弾ちょっと不安。カバーしてくれ。カバーしてくれ。了解。カバーしてくれた。あ、ありがとう、ありがとう。すげえ、仲間助けられた。プルトン回収されよった。回収させんよ大事なバディだぜまずまず、ありがとう。こんなのリスキルじゃん。これ来るパターンかな。ルイコか。クリア。上がろう、危ないから。どっから向こうもちゃんと組んできたな。ちょっと喉が痛いんでだんだん声が低くなってきましたねその方が雰囲気出るかな、このゲームだったら。母言ってる、母。あ、ごめん、マジでごめん。悪かった。これにいっぱいいるじゃん。どうする、あの人向こう行かない。カバーしてくれ。幸運に乗られた。敵を捕捉。リロードかな、遅いかも。あのコールオブデューティーのつもりでガンガン行ったらヤバいけどな。ごめん、マジごめん。カバンに行くわ。どこもいいのか。相棒説。頑張れよ、頑張れよ。
本当に。早く。あ、ごめん、ごめん、ありがとう。ありがとう言えなかった。ありがとう言えなかった。ちょっと。ありがとう言えなかったけど、あ、でもキル結構できたっすね、後半戦は。前半戦メタメタでやられてだいぶ慣れて、後半ですごいワイワイ遊べていいっすね。ちょっとバウンティーハンターやりたいですね。ちょっとね、こんな感じで、あ、次のミッション潜入レベル上がった。はい、というわけでまた自分のロビーに戻ってきました。落ち着くね、ホッとするね。私を撃つのは誰もいないね。ここですね、ここで。ちょっと いい風景。というわけで後半戦はとりあえずこうなんていうんですかね、もう全然知らない人だけどコミュニケーション取り合ったりとかもできて、あの最初のメタルギアオンライン私やってるんですよ、プレイステーション2で。なのであの頃のこう感じがすごいまだ残ってて、思い出していや楽しかったですね。いいっすわこれ。ちょっとね、またちょっとごめんなさい、途中から調子が悪くなっちゃったんで、またこれ回復してメタルギアオンラインやっていきます。本編もですね、非殺傷コンプリートっていうか、ミッションコンプリート殺さずにずっとやってますんで、殺さない縛りで、それもまた投稿できたらいいなと思います。よろしかったらまたこちらのチャンネル遊びにいらしてください。それでは長々と最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルは私吉高が苦手な FPS を克服するために遊んでいるコールオブデューティーシリーズをはじめ、コツコツやってるマインクラフトや iOS のゲーム、3DS のゲームなども公開しております。また見に来るかもと思う方はそちらの赤いアイコンからチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。